ル曲で、したいと思いますが、私、子供がね、いてるんですけどね、今、18歳なんですが、男の子で、自閉症なんです。で、絵をね、結構今はあんまりもう大きくなって描かないんですけど、昔、よう絵を描いててね、画用紙に大きくクジャクの絵を、きれいなクジャクの絵を描きやったんです。でそれを、あっと思って見つけてきて、これをちょっと歌にしてみようと思って、画用紙から、クジャクを飛び出させてみようという曲を作りました。君が描いたクジャクです。僕の羽を抜いて君にあげるよ。一番綺麗なところを。Thank you.
かったの、喜んだわけよ。間違えた。はい、ありがとうございます。はい、これは君が描いたジャズという曲でした。なんかちょっと紹介したいですね。あのギターの方、ゴーチさん、そうそう、はい、さっきから出てまして、はい、ありがとうございます。ゴンジさんです。イエーイ、ギターゴンジさん、はい、イエーイイエーイイエーイはい、じゃあベース弾いてもらってます、山本さん。山本さん、ありがとうございます。テスさん、テスさん、はい、サモンやってもらってます。黒部さん、ありがとうございます。今日は私、このコース村初めて撮らせていただいて、本当にあの手作り感満載ですごいいいイベントやなと思って、はい、嬉しく思ってます。すごいステージもね、めっちゃ最高やし、はい、それでは、私ミキ最後の曲です。これは虹の朝っていう曲なんですけども、あのね、最近ほんま辛いこと多いですよね、あのね、コロナから始まり、なんか本当に世の中がちょっと変わ、ね、変に変わってきてるなっていう思って、ちょっと何かうーっと思ったのものがあったので、ちょっと作ってみました。朝の虹を見れたらええなっていう思いで作りました。虹の朝です。
ください。